こんにちは、バーチャルサイエンティストのたまごのルーです。今日は今週出版されたとっても興味深い本について紹介しちゃいたいと思います。その本はこちら、現実とは脳と意識とテクノロジーの未来。この本は長年脳科学の研究で活躍されてきた藤井先生が書いた書籍で、研究者、実業家、脳学士などの様々なゲストと対談して、私たちが現実だと思っているものの正体は何か、今後私たちの現実がどのように変化していくのかといった内容について議論しているっていう本です。様々なバックグラウンドを持つゲストの体験や考えを交えながら議論を進めていくので、この一冊で脳科学、人間拡張、メタバースなどの様々な角度から私たちが感じている現実って一体何だろうという疑問について理解を深めることができます。とってもおすすめの本なので、この動画を見てみて、もし面白そうだと感じたらぜひ読んでみてください。ではでは、まずはこの本の著者の藤井先生のプロフィールを紹介します。藤井先生は医学博士の脳科学者で、大学院で猿を対象とした神経生理学の研究を実施していました。猿の脳に電極を埋め込んで、神経細胞一つ一つの活動をリアルタイムに計測し観察する、そんな研究を実施していたんですね。その後、マサチューセッツ工科大学や理化学研究所の研究員として活躍し、今ではデジタルハリウッド大学の教授、東北大学の特任教授を務めるほか、 XR や脳科学技術を利用したサービスを提供するハコスコという会社を運営しています。そんな藤井先生が行ってきた研究の中でとっても面白いのはこちら、代替現実、体験者が感じる現実を人工的に差し替えることができるのかっていう研究を実施していました。具体的に実施した実験について紹介しますね。実験としては、体験者にヘッドマウントディスプレイを装着させて部屋の中で待機してもらいます。その部屋はパノラマビデオで撮影されていて、体験者はその部屋の様子をヘッドマウントディスプレイを通してリアルタイムに見ることができます。あるタイミングでその部屋のリアルタイムの映像ではなく、同じ部屋で過去に撮影された映像を流してみます。例えば、装置の状態はどうですか、気分はどうですかと実験者が部屋の中から話しかける様子を録画したものをヘッドマウントディスプレイで流すんです。この時、現実の部屋では実験者は部屋から出ています。しかし、体験者は自分がヘッドマウントディスプレイを通して見ている過去に撮影された映像を今の現実だと思い込んで、誰もいない部屋に向かって返事をしてしまうんです。その後、自分自身が入室した瞬間の映像を装置に流すと、自分のドッペルゲンガーと出会ったような気分になり、体験者は今過去の映像が流されているんだということを直感します。この時、ネタバラシとして、体験者の目の前に実験者がやってきて、今までの映像は実は過去の映像でしたと話すと、体験者はその話に納得します。ただ実はこの実験者がネタバラシしている映像も過去に撮られた映像だったのですが、 70% の体験者はこのネタバラシ映像が過去のものだと気づけなかったそうです。今度こそ現実世界で今の映像も過去の映像ですよって伝えてあげると、体験者は混乱して、今見ている映像が現実のものなのか過去のものなのかを判断できなくなってしまうっていう実験でした。つまり、人が感じている現実感というものは、目や耳などの人が持つ感覚器官を通して手に入れた情報をもとに脳が感じているものであり、必ずしも物理世界の状態と私たちが感じている現実感が一致するわけではないということを示した研究なんですね。藤井先生はこのような研究を通して、人が感じる現実とは何か、現実ってどんな要素から構成されているのか、より強い現実感を得るためにはどんな特徴が必要かってことについて研究されてきました。そんな人の感じる現実について、これまで最前線で研究されてきた藤井先生が今回作った書籍がこちら、現実とは何か、脳と意識とテクノロジーの未来っていうわけです。この本の内容としては、計8名の科学者や実業家といったさまざまなバックグラウンドを持つ人との対談を通して、それぞれの立場から現実とは何かを考えるという内容になっています。対談者は例えば、光学機動隊に出てくる光学迷彩のような技術を実現した東京大学の稲見先生、スマートフォンの操作で今では当たり前に使われているマルチタッチシステムを開発した東京大学の力本先生、
国内最大のメタバースプラットフォームを立ち上げたクラスターの加藤さんなど、そうそうたるメンバーと対談して現実とは何かを議論しています。中身の構成としては、ゲストの方が自身のバックグラウンドに基づいて現実とは何かについての考えを披露した後、ゲストと藤井先生でその内容に沿って現実とは何かを議論していく。その後 Q&A で質問に答えた後、その対談の振り返りとして藤井先生が感じたことを記載するという流れが8人分続くという構成になっています。脳科学、人間拡張、メタバース、脳学史と幅広いバックグラウンドを持つゲストが自身の経験、考え、知識に基づいて現実とは何かを話してくれるので、とっても幅広く興味深い情報を知ることができます。僕自身がとっても面白いなって思った情報としては、歴元先生が話していた SF 映画マトリックスのように能力をインストールできるようになる未来の話であるとか、クラスターの加藤さんが話していた VR 空間は物理世界の法則を無視できるけど、ある程度は物理法則を反映させた方が人は引きつけられるという話がとっても興味深かったです。今の科学技術によって私たちが感じる現実というものをある程度操作できるようになった現代、改めて現実って一体何なのか、どうすればより良い現実を過ごすことができるのかを考えることはとっても重要になってくると思います。そんな疑問についてさまざまな角度から考えることができるとっても面白い書籍でした。内容的には時々難しい内容も入っていましたが、大学生レベルであれば十分楽しめる内容だと思いますので、興味がある人はぜひぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。また東京大学の稲見先生との対談の様子は YouTube で公開されているので、一度こちらを見てみてどんなお話をしているのか確認してもいいかもしれませんね。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味がある人は見てみてね。ということで、今日は藤井先生の現実とは脳と意識とテクノロジーの未来についてという書籍を紹介してみました。 SF でよく話題になる現実感、実は今の科学技術では結構操作できるようになってきているんです。物理的な現実世界、そして今後伸びてくるであろう仮想現実の世界で感じる現実感って一体何なのか、どうすればより心地よい現実感を感じられるようになるのか、そのヒントがたっぷり詰まった書籍なので、ぜひぜひ読んでみてください。これからもこんな感じで最新の脳科学技術やメタバース技術について分かりやすく解説していきますので、今日の動画が面白かった人、ためになったよという人はぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それでは今日はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。